よっちゃんさん、やっぱりキーワードは自己否定じゃないですか、ね、あのこのままでいいんだとかね今までこうやってきたんだとかではなくてベストな選択をしたその選択に対してももしかしたらもっといい結論があったかもしれないなと思い続けることが思考を高めていくんじゃないかなと思うんですよ。だから昔のことはねいろんなことがあったから今があるんだっていうのは非常に。 人を慰めるにはいい言い方なんですよ。でも自分に対してはそれを使わないようにして、なんであの時この選択しかできなかったのかなと。その選択の積み上げに今があるとしたら、今まだこの程度しかできてない。まだ自分には打つ手があったんじゃないだろうかとかね。常に自己否定して、自分のまだね、見てない自分の姿を探し続けること。自分の内側を掘り込んでいくっていうのはそういうことだと思うんですよ。だからそれを他者に向けてね、 お前にはまだ見えてないところがあるとかこの辺にまだ落ち度があるとかね爪が甘いとかっていうふうに人を攻撃することはできますもしくは人を鍛えることはできますけどもそんなことをやってる間に自分のことをもっともっとね掘り込んでいかないと見えてこないところが多いと思うんですよだから私は常に自己否定をしてますねで弟子に対しては他者否定を使いますそれじゃダメだこれがもっといい方法だっていうのね それは人を育て上げることができるところだと思いますし、自己否定の苦手な人に自己否定するべき材料をどんどん投げてあげることが、その人を引き上げることだと思いますんでね。やはう間違った方向に行ってることを教えてあげるとか、正しい方向に導いていく。でも正しい方向に導いていこうとして私が伝えることっていうのは、同時に責任もついてもあるんですよね。言われた通りにやったけどダメでしたとかっていうのにどう対処していくかと ってことにもなるんですよつまりは自分のアドバイスに対しても私がするアドバイスやコンサルに対しても自分自身でこれで良かったのかなと明日になってもし考え方がまとまって別の方向に行くようだったらそれも早く伝えてあげないといけないなとつまりはあの時こう言ったんだけどもよくよく考えてみたらこっちじゃないかと思うようになったよってのもまあ私の中ではねこの朝礼誤解ってのは当たり前にあるよ。まさにあの日々 情報がアップデートされていけば、行動も思考もアップデートされていくんだよと。だから、昨日までダメだって言ったことを今日からやってみようかってことは当たり前にあるよってことなんですよね。だから自分はこれがあるから自分なんだっていうのすら思い込みであり、勘違いであり、自分が自分に向かうためのプロセスであるってことなんですよね。すごくわかりやすく言うと、子供の頃に決めていたことって今は守ってないってことって結構あるじゃないですか。それはその時代その時代に合わせて最適化したってことなんですよ。 私は小中学生の頃いい会社に入って出世していい給料をもらってで家庭を作ってたまに海外旅行に行ってそしてキャンプや夏休みをしっかり子供たちと過ごすみたいなことを考えてましたでも世の中が変わっていってインターネットっていうわけの分かんないものが出てきてそして個人の時代なんていう私がおおよそ成長期には聞いてねえよそんなことみたいなのが後から後から出てくるわけですよだからといって いや昔からこの方法でやってきたんだ今も昔も変わらないんだっていうふうに考えてしまっては多分この柔軟性はねあの得れなかったと思うんですよだからこそずっと大学まで卒業したけどもそんなものを捨てて時代に合わせたテクノロジーに寄り添っていくことそしてそのテクノロジーを使って稼げるようになった結果自分がなりたい自分は何だったのかなと社会的風潮とか教育とか関係なくやりたいものはあれ 家庭を運営してで車を買って子供とゆっくり過ごすっていう風ないわゆる昭和の時代に多くの人が求めていたものとたまたま一致したなっていうことあるんですよたまたまね、うん、選択肢がたくさんあるのになんかいわゆる昭和の時代の三丁目の夕日を私は目指していたんだなっていうことがねなかなか面白いことだと思いますねまあその中でもねなんか変わったこともしたいなっていう余裕も現れてきたんでこれ今になるわけですけどね まあ常に自己否定です。R34、手放すって決めた時には、まあ、びっくりしましたけども、でも、これによって生まれるドラマってのは、またね、吉田さんの頭も、私の感情もアップデートさせたんだろうなと思いますね。私もね、キッドを手放す時が、来るのかもしれないですよね。はい、じゃあ今回は以上です。ありがとうございました。